日本は神の国です、これを言うと発狂する左翼の方もいらっしゃるようですが、ほっときましょう。昨年末の12月31日ふと見たら龍神様いらっしゃるとか思って慌てて撮影したんですけど、のんびりした龍神様、そんなん気のせいやと思われる方もいらっしゃるでしょうが、ここは大人の対応を。産経新聞、2020年12月29日、首相、来月13日に、1月13日に、伊勢神宮参拝へ。記事によりますと、菅義偉首相が取りやめとしていた年始の伊勢神宮の参拝について、来月13日に向かう方向で調整に入ったことが29日分かった。複数の政府関係者が明らかにした。あ、よかったよかった。中止という報道を見たときに、これは悪意ある報道なのか、菅のおっさんに神のご加護がなくなるってことなのかって見ててんけど、行くんや、よかったよかった。首相周辺は参拝は中止でなく、あくまでも延期だと述べていたそうです。政治の世界は奇味妙量、我々日本人にとって自民党しかないっていうことを知るべきやねんけど、自民党には公明党がついてるから嫌って、それ以上聞き入れない方もいらっしゃることは事実です。自民党に公明党をくっつけたのは小沢一郎。都知事選の時に公明のおっさんを担いだ。小沢一郎は自民党でしたが、後に民主党に入っていきましたよね。政党をゴロゴロ変えて、残念な工作員みたいな行動をしています。工作員みたいではなく、工作員やろ、やねんけど、旧民主党があかんことは体験済みですよね。地獄の政権民主党。立憲民主党と国民民主党は、丸ごとスパイ。日本維新の会は、とても保守的ないい政党みたいな洗脳が繰り広げられていましたが、維新ができた時、民主党の連中紛れ込んでるし、維新の正体はティグレフォーラムとかやっている中小企業の集まりやねんけど、まだご存じない方は、維新ティグレで検索してみ。ああ、あかんわ。なるほど、そういうことか、っていうことがわかりますので。日本は神の国というお話に戻ります。昭和18年に出版された教科書より、日本は神の国という項目があったのでご紹介いたしましょう。日本は神の国。今から600年ばかり前のことです。北畠親房は、後醍醐天皇の仰せを受け、宣長親王のお供をして、東の国の賊軍を懲らしめるために出かけました。賊軍っていうのは反逆者。途中、海上で激しい嵐に遭い、親房は日立の国へ流れ着きました。親房は、わずかの兵を連れ、ここの城、あそこの城に立てこもって、賊の大軍と戦い続けました。親房はつくづく思いました。この頃、賊の性の盛んなのは、日本の尊い国柄をわきまえない者が多いからである。そこで親房は、陣中にありながら、筆を取って、国史の本を書くことにしました。親房は、その本の初めに、こう書きました。大日本は、神の国である。神がこの国をお開きになり、天照大神が天皇の御位を長く栄えますようにお伝えになった。これは我が国だけにあったことで、他の国には全くないことである。だからこそ我が国のことを神の国というのである。天照大神の仰せによって、神の落ち筋をお受けになった天皇が、日本を王様になります。臣民は、臣民っていうのは国民のこと。臣民は祖先の志を受け継いで、ひたすら天皇の大御業をお助け申し上げてまいりました。このように国の初めから、君と臣との部が定まっているということが、日本の国の一番尊いところであります。外国の歴史を見ますと、一つの国が起こるかと思えば、やがて滅び、その後にまた別の国が起こるというようなことを何度も繰り返しています。日本のように一つの国が天地の続く限り栄えるということは決して見られないのであります。親房は
そのことをその国史の本に書きました。チカフサの本は600年前に人々の心を奮い立たせたばかりでなく、今の人々をも力強く教え導いてくれるのであります。チカフサはこの本の中に、忠義を尽くし命を捨てるのは臣民の道であると言っていますが、これは私たちの忘れてはならない言葉であります。日本は戦後左翼まみれになってしまってるから、こういうこと教えていただけませんけどね。日本には八百万の神がいるとされています。八百万っていうのは古事記に記されている神道の神々の数で、実際の数ではなく、たくさんの神々という意味なんですね。20年ほど前の平成12年5月の出来事、2000年の出来事なんですが、その当時の首相森喜朗がやね、日本の国を神の国や言うてめっちゃ叩かれはってん。なんで叩かれてんのか意味分からへんかってんけど、いわゆる神の国発言やねんけど、森喜朗さんの問題発言とされていた神の国発言っていうのは、日本の国、まさに天皇を中心としている神の国であるぞということを国民の皆さんにしっかりと承知していただく、そのために我々が頑張ってきた。我々のところにカッコ書きがされていて、新政連関係議員、新政連っていうのは神道政治連盟、国会議員懇談会。20年前の私、神の国発言を聞いて見て調べて、この発言一体何が悪いんやろ、意味が分かれへんねんけどと思いつつ、 TBS の夜のニュースになると森喜朗首相を目の敵にして、何をするにもイチャモンつけられて、アナウンサーの女性のチェッみたいな顔が印象的やってん。もうすごい性格悪いなと思って見ててんけど、森首相が辞めてすぐあたりに、私軽井沢にお仕事で打ち合わせに行かなあかんくて、すれ違ったことあって、あいつも叩かれてたおっさんやと思って見ててんけどね、その時政治には全く興味なくて、叩かれてるおっさんっていう印象しかなかったんけど、森喜朗さんの亡くなった息子さんが制作会社を持っているパチンコ業界の会社の専務取締役を務めてらっしゃったんで、何やろうとか思っててんけど、制作会社ってテレビ制作やねんけど、息子さんは石川県議員になって9年ほど前に亡くなってるね。森喜朗元首相の発言におかしなところはない。菅首相が伊勢神宮参拝をなさるということで安心したんですけど、伊勢神宮には天照大神さん、皇室の皇祖神が祀られてますからね。せやせや、昔伊勢神宮に六芒星が来られてるって言われてたんやけど、私どこの本を読んだんか忘れたんですけど、書いとけよ自分って、今怒り心頭やねんけど、電子書籍をキャプチャーしてるんですね。後で調べようと思ってキャプチャーして、それここに貼り付けたいねんけど、ちょっとひーちゃんの名前とか書いてるので貼り付けるのやめとこうと思うんですけど、そのキャプチャー読みますね。はい、調べてみますと、当時の日本政府はマッカーサーがフリーメイソンの幹部であることを知っていたようです。そこで天皇家を守るため、伊勢神宮この神社に六芒星を秘密裏に刻んだようです。で、ひーちゃんの名前が出てくるね。ドイツの伊勢諸島の離島は敗戦を感じたひーちゃんが祝杯を U ボートに積んで日本に向かわせたという情報を掴んでの調査だったようですね、言って書いてあんねんけど、これが何の本に書かれてあったか全く覚えてないのがとても悲しいねんけど、この電子書籍最近の本やと思うねんな。だから本当かな嘘かなとか思いながらキャプチャーしてただけやねんけど、私は日遊同祖論とかへーって感じで真剣に信用してないんですよね。祇園祭りとかはあの勢力と関わりがあるようやけど、昔から関わりはあったみたいですね。とにかく我々日本人にとって残念ながら自民党しかないので、今は菅のおっさんに頑張ってもらうしかないねんから、ギャーギャー言わない方がいいと思います。